今月15日、姫路市内のコンビニエンスストアに押し入り、現金を奪い取ろうとしたとして、少年2人が逮捕されました。強盗未遂の疑いで逮捕されたのは、自称建設会社に勤務する19歳の会社員の少年と、無職の17歳の少年です。警察によりますと、2人は今月15日午前2時半ごろ、姫路市三国野町のコンビニエンスストアで、金を出せと男性オーナーを脅し、現金を奪い取ろうとした疑いが持たれています。オーナーがカラーボールを手に、警察を呼ぶぞと叫んだところ、2人は何も取らずに徒歩で逃走。怪我をした人はいませんでした。事件から2日経った昨日午前3時ごろ、17歳の少年から自首したいと連絡を受けた兵庫県警が、静岡県内で2人を強盗未遂容疑で逮捕しました。警察の調べに対し、2人は金がなくなったと話しているということです。警察は事件の詳しい経緯や動機について調べています。